ヨゼフです。センター試験の数学の問題を解説します。それでは、始まり、始まり。はい。センター試験の数学1への問題を解説しています。え今回は、2020年度第2問、鍵括弧2、括弧4の問題です。図3は、平成27年の男の都道府県別平均寿命と女の都道府県別平均寿命の散布図で、2個の点が重なって区別できないところは黒丸にしている。図2は、補助的に接点が、 5.5から7.5まで0.5刻みで傾き位置の曲線を5本付加している。はい。これが図3でですね、男と女の都道府県別平均寿命のですね、サンプル図ということになってまして、横軸が男の、えー、都道府県別平均寿命。えー、78.5歳から82.0歳までの間ですね。縦軸は女の方で、えー、っと85歳から88.0歳までということになっています。で、この サンプル図を見ながらですね、後に出てくる、えー、ヒストグラムとですね、照らし合わせて、このサンプル図の状態を正しく示しているヒストグラムを一つ選びなさいという、そういう問題なわけです。ですから、このサンプル図を見て、あ、このあたりの値はいくつあって、度数でうと何個あってとかっていうのを読み取る必要があるのです。で、問題はですね、その補助的に引いてある曲、えー、線が5本ありまして、この5本の 直線の意味が皆さん分かっていただいてますでしょうかそこが一番問題なんです。はい。ということで、問題文の中に出てくる、補助的に、接片が5.5から7.5まで0.5刻みで傾き値の直線を5本負荷という意味をちょっと考えてみたいと思います。あの、一般的な座標平面で、横軸は X、縦軸は Y。で、そういう座標平面で、接片が例えば6で傾き1の直線であれば、 下の図の実践ですよね。式で表すと、y イコール x プラス6まあ、点点点丸一としました。その丸一の直線はですね、えー、当然、切片が6なわけですから、縦軸の y 軸と6のところで交わって、で、どんな点でもいいんですが、例えば、点82、88を通る、y イコール x プラス6ですからね、y の値はですね、x プラス6ということで計算できますよね。x の値が82だったら、82プラス6で、88です。 お分かりでしょうか。先ほど確認した図3はですね、この座標平面のごくごく1部分なんですね。1乗の点だったら、今、新しくね、一般的な XY 座標平面上で考えている、えー、1番の式、Y ール X プラス6という曲線上の点だったら、X と Y の差はいつでも6ですよね。これを図3で考えますと、男女の平均寿命の差が6歳という意味なんですね。5本の補助線というのは、男女の差の境界線に当たります。 接片が5.5から7.5まで0.5刻みで傾き位置の補助的な直線5本とは何かと言いますと男女の平均寿命の差が5.5歳から7.5歳まで0.5刻みの境界線という意味なんですねここのところがわかるかどうかがこの問題の本質的なところなんですねそれを誰かの説明を聞いてああわかったと思っても実力には結びついていません本当に自分で納得できるところまで考える必要があります はい。そこでですね、先ほどの図3をですね、もう一度見ていただくんですが、えー、図の上にですね、ヒントを書いておきました。5本の曲線の中で、右上の角の点、これはメモリを読めばわかるんですが、点の座標で言うと、82、88なんです。82、88という点を通る曲線の式は、y コール x プラス6なんですね。 ですから5本直線がそこに書いてありますが、右端の直線が男女の差の平均寿命の差が5.5である境界線を示しています。で、先ほどから私がしつこく言ってる、y イコール x プラス6の直線がですね、平均寿命の差が6.0歳。その左翼6.5歳。その次7.0歳。左端は7.5歳ですね。ということで、境界線が5本書いてあるわけですから、えー、真ん中のあたりはですね、えー 点の個数があまりにも多くてなかなか読み取れませんが、左端と右端、4つのグループに分けたとして、左端のグループと右端のグループだったら数えられるんですね。それで左端はですね、7.0以上7.5未満と考えますと、都道府県の数は3ですね。一応赤く塗ってみたんですかろうじて赤いのが見えると思います。さて、右端の、4つのグループの中、ね、の右端もですね、数えてみますと、えー、一応緑色に塗ったつもりなんですが、黒っぽくなってしまってますが、それ9個ありまして、この9個ある点の意味は、 男女の平均寿命の差がですね、5.5歳以上、6.0歳未満の都道府県は9と、そういう意味で読み取ることができます。はい。問題の続きをですね、ちょっと読んでみますと、次の背に当てはまるものを下の選択肢0から3のうちから一つ選べと、都道府県ごとに男女の平均寿命の差を取ったデータに対するヒストグラムは背である。なお、ヒストグラムの各階級の区間は、左側の数値を含み、右側の数値を含まない。 で、先ほど言ってますが、男女の平均寿命の差に関して散プズから、7.0以上7.5未満の都道府県は3であり、5.5以上6.0未満の都道府県は9であると分かっているので、そのようなヒストグラムを探すと、まあ、答え先に言ってしまいますが、3ということが分かるはずです。はい、答えは言ってしまった後ですが、3のヒストグラムをですね、もう一度見てくださいね。えー、問題の条件に当てはまるのは、男女の平均寿命の差が、7.0以上7.5未満の都道府県の数が3であり、 で、3のヒストグラム見てくださいね。7.0から7.25までが2で、7.25から7.5までが1というふうに、さらに2つに分けてあるんですけれども、まあ、7.0以上7.5未満の都道府県は3で、ぴったり当てはまっています。もうそれだけを見るとですね、他の0番、1番、2番のヒストグラムも正しくないので、もう3に決定なんです。で、念のためにもう一つ読み取った数値、え、男女の差がですね、5.5以上6.0未満の都道府県は、 9と言いましたが、えー、それも3のヒストグラムを見ますと、さらにそれを2つに分けて、5.5から5.75までは0で、5.75から6.0までが9なんですね。もちろん条件に当てはまっています。えー、最終的な答えは3ということ最後が、しりきれトンボになってしまいました。Windows 7から Windows 10になり、同時に動画編集ソフトも新しくなったので、いろいろ戸惑っております。申し訳ありませんでした。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。いいねと、チャンネル登録を。 よろしくお願いします。ヨゼフでした。さよなら、さよなら、さよなら。